はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日はですね、120センチポリプ水槽にアルビノオムポックというナマズがですね、デビューしました。このアルビノオムポックなんですけれども、半年ぐらい前にいつものね、激安熱帯魚店の金台草加店でね、10センチ弱ぐらいかな、で1480円ぐらいだったと思うんですけれども、売ってまして、まあ、全然ね違う魚ね、シルバーアロアナかなんかを買う目的で行ったんですけど、まあ衝動買いっていうやつですね。見た瞬間に顔が可愛かったんで、姿形顔ね、この雰囲気が可愛かったんで買っちゃいました。でまあ買う時にですね、やっぱりこれナマズなんで、その最大体長がね、やっぱナマズって1メートル超えるぐらいのねやつばっかなんで、このナマズ全く私知らなくてですね、どんぐらいの大きさになるかっていうのもわからなかったので、店員さんに聞いたらそんな大きくならないって言われて、まあ、20センチ30センチぐらいじゃないですかみたいな感じだったんですよね。でまあ、あ、そのぐらいのサイズだったら一番ちょうどいいなということで、まあ、サイズ感もねぴったしフィットしたので、まあ衝動買いというかね、まあ、サイズがこれ1メーターになりますっていうことを言われてましたらね、買ってなかったですからね。やっぱりサイズがやっぱり最後の決め手にはなりましたけれども、どうですかね、こう日本のナマズ、うち多摩川とか近いんですけど、多摩川の日本ナマズとかにすごい似てません？なんかでも体のシルエットとか顔の形とかは、これアルビノなんでこう白いですけどね、これ黒くしたらなんか日本ナマズそっくりだなーって最初から見た時から思ってたんですけどね。でアルビノだからね、余計こう白っぽくてね、顔も可愛いんですけど、その白さがね、また可愛さを際立たせてるかなとも思いますね。でなんだろう、アルビノって目がね赤目って言って、目が赤いくなったりする、なんだろう、種類が多いんですね、アルビノ個体っていうのはね。でもこのアルビノオムポックに関しては、体はアルビノなんですけど、目はねこうやって見ての通り黒いんですよ。だからね、目が赤いのあんまり私好きじゃないんで、この黒い目っていうのもすごい気に入ったパーツの中の一つですね。でまあこの子だけかもしれないんですけど、この個体差かもしれないんですけど、この子ねずっとこう見ての通りこっち向いてくれてるんですよ、ナマズなのに。ナマズって結構シャイでね、夜行性がほとんどなので、電気つけてる時にって結構そこの方でじっとしてて、こっち向いてなかったりしてね、不愛想なんですけど、この子めちゃくちゃ愛想が良くて、こっちをね常にこうやって向いてくれてるんですよ、正面を。でね、目はね、その餌あげると見て食べてる感じじゃないので、その匂い、このひげ、長いひげあるじゃないですか、これで匂いで嗅覚で餌の場所を見つけて大きな口で食べるって感じの食べ方してるので、目はねそんな良くないとは思うんですよね。でもなんか黒目だし、こっちにを、まあ、正面をね常にこうやって向いてるから、なんか視線がめちゃくちゃ合うんですよね。なんかその辺もナマズっぽくない可愛さというか、ナマズってなんかこう可愛いんだけど、なんだろう、あんまり表情が豊かじゃないっていうかね、何考えてるか分かんないみたいな感じなんですけどね、個人的には。このねアルビノオムポックに関してはね、すごいずっと正面向いてこっちをねなんか見てくれててね、なんか目が合ってるっていう感じがするんですよ。このナマズのねオムポック自体はね、こっち見えてないかもしれないですけど、なんか視線がすごい合う感じがめちゃくちゃ可愛いなと
正面顔がめちゃくちゃ可愛いんで、結構何気にお気に入りです。で、まあ20センチもうちょいね、今20センチぐらいなんですけど、もうちょい大きくなるかもしれないです。結構文献によってね、大きさの最大の大きさが違ってるんでね、まあ、これからもうちょっと大きくなってくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日はちょっと寒いです。